今日はですね、英語ではストーンフィッシュって言われている、まあ、本当にね、石みたいな魚を取っていきます。もうこの画面内にね、その魚いるんですけど、どこにいるんだみたいな、そんな感じじゃないですか。で、見つかりますか？これはさすがに見つからないと思うんですけども。ヒット。で、こんな感じで全然動かないんですけど、まあ、これは銛がちょうどね、脳にね、刺さって、まあ、ついた瞬間にね、しまったっていう感じですね。なんでね、僕はね、この魚が動いてるところをね、まだね、見たことないんですよ。で、心臓が止まらないうちに血抜きをしていきます。案外ね、血出ましたね。相当出たと思いますね。で、今回ね、シュノーケリングしてたんですよ。まあ、銛持たずに泳いでたんですね。で、そしたらね、こいつがいまして、でも最初見つけた時はね、あ、これ岩なのかな、魚なのかなみたいな感じで、で、もうゼロ距離ぐらいまで近づいて確認して、あ、目があるから魚だ、鬼だるま起こせだと思って、で、そっからね、もう急いで銛取りに行って、で、また同じところにね、戻ってきたら、あ、まだいたみたいな感じでね。もう本当にね、そんぐらいね、動かないんですよ。びっくりしますね。でも、まあ、こんな感じで見ても、あなたの目はどこですかみたいな。まあ、なんかそんな感じじゃないですか。なんかほんと擬態ってすごいですよね。で、こんな感じで、ね、血がね、ずっと出るんですよね。多分ね、絶対血抜きした方がいい魚なんですね。あまりにもね、魚感がなかったんで、砂地にね、ちょっと置いてみました。ちょっとこうしたらね、ちょっと魚感伝わるんじゃないのかなと思って。どうでしょう。ちょっとカエルアンコウみたいな感じですよね。はい、それではそろそろ砂漠編を見ていきましょうか。はい、ということで戻ってまいりました。ついに取れましたよ、鬼だるまおこぜ。はい、もうこいつはね、水深1メーターとか、まあ、そんなところにいるんで、まあ、なかなか出会う機会がなくて、まあ、いつか取ってみたいなと思ってたんですけど、ようやくいたということで、まあ、今回はね、もう結構立派なサイズです。多分 1. 何キロか、1.3キロとかそんぐらいあるんじゃないですかね。はい、まあまあ大きいですね。まあね、ずっと取りたかったしね、もう普通にね、食べたかった魚なんで、早く食べたいといった感じなんですけども、まず、観察からしていきましょうか。はい、こちらが鬼だるまおこでですね、皆さんね、目どこにあるか分かります？これね、難しいですよね。正解はここです。目の場所が分かんないのって案外カメラの問題かもしれない。こっちのカメラで撮るとすごい分かるよね。ここですね。はい。で、この鬼だるまおこぜってもう本当に動かなくて、微動だにしなくて、で、どんだけ動かないかっていうと、ここら辺見てもらったら分かると思うんですけど、こんな感じでね、藻が生えてるんですよね。藻が生えてるっていう。ここら辺。ほら。ほら。すぐ綺麗になるんですよ。こうやって撮ったら。はい、ちょっとね、カメラが切り替わっちゃって申し訳ないんですけども、もう鬼だるまおこぜって言ったらですね、まあ、なんと言ってもキレ。これがね、やばいんですよ。もう生物界でもうトップクラスらしくて、もうハブの30倍ぐらいの、毒があるらしいですね。こいつね、海の中だともう本当にね、めちゃくちゃ擬態してて、もうどこにいるのか全然わかんなくて、で、これを踏んづけてしまうとですね、毒が足に注入されるっていうね。まあ、ということで、まあ、南方の海で、まあ、遊ぶときは、まあ、下を気をつけないと結構やばいよね、みたいなことがね、言われてます。ヒレがですね、結構でかいですよね。で、苔もすごい、本当に。めっちゃ取れる。で、もし刺された時はですね、温めればいいです。はい。なんでかっていうと、まあ、こいつの背びれにある毒って、タンパク質毒なんですね。で、タンパク質毒って何かっていうと、まあ、タンパク質でできてる毒なんですけど、熱を加えると毒がなくなるんですね。生卵を茹でると全然違う白い感じになって、で、別にそれを冷やしたからといって戻らなくなるみたいな感じで、まあ、タンパク質って熱を加えると構造が変わって性質が変わるんですね。なんで、ある程度熱を加えると毒性がなくなります。ただ、完全にね、毒性がなくなるぐらい患部を熱くするっていうのはなかなか厳しいんで、完全にね、解毒するっていうことはね、できないと思うんですけど、まあ、60度ぐらいのお湯とかに患部をね、浸すっていうのが対策方法となっております。はい。で、中にはね、もうライターで直接炙る人もね、いるらしいんですけど、まあ、それは真似しない方がいいんじゃないのかなと思います。
ますけど、その60度のお湯を海で用意するってね、できないんで、まあ、ライターで炙るっていうのも最悪最悪の手段として、まあ、ありなのかなという感じですけども、うん、まあ皆さんね、刺されないように気をつけましょうと。なんか触った感じ、鱗みたいなものはもう全くなくて、裏側はこんな感じです。うん、カジカみたいですね。めっちゃ苔ついてる。はい、ということで、さばいていきましょうか。で、こいつね、絶対唐揚げうまいと思うんで、もう唐揚げでいこうかなと思います。バーナーで背びれを炙ってから、で、そっからやっていこうかなと思います。おお、めっちゃ飛んできた。おお、めっちゃ飛んできた。え、めっちゃ毒液飛んできたんだけど。やばいんじゃない？おお、めっちゃ飛んできた。いいんじゃないでしょうか。はい、それでは頭を落としていきましょう。この胸びれの後ろから入れていきましょう。硬っ、めっちゃ硬い。こうか。これが硬い。あー、なんか謎すぎる、体の構造が。はい、では内臓を見ていきましょうか。はい、こんな感じですね。これ胃袋が一個大きいのがあって、で、あとこの肝臓がありますね。で、胃袋ね、すごい他の魚と全然違う。他の魚ってなんかもっとしっかりしてるんですけど、すっごい柔らかくて、もう伸縮性が半端ない感じしますね。でかい食べ物を食べても全然大丈夫なように、こうやって、ね、胃袋がね、あのプニプニなんだと思う。で、ここに血があるんで取っていきます。はい、それではね、皮を剥がしていきましょう。おお、今ね、トゲに手が当たったんですけど、やっぱね、焼いたから大丈夫ですね。だいぶ焦ったけどね、今。めっちゃ毒飲んできた、びっくりした。多分ね、ハサミでやった方が安全。結構ね、身が水っぽいのかなと思ってたんですけど、すごいね、しっかりしてますね。はい、それではね、3枚におろしていきましょう。まずこのお腹開こうかな。オッケー。背中側もいきます。ね、身めっちゃ綺麗だ。はい、こんな感じで3枚おろしが終わりました。これお腹長すぎですよね。普通魚ってシュッてなってるのに、めっちゃ長い。はい、それでは中骨を外していきましょう。どこだ、ここか。え、謎い。こうか。ここにね、腹骨みたいなのが入ってるんですよね。これを外して、うん、ここに骨がありますね。腹骨みたいな感じ。はい、では唐揚げなんでね、食べやすいサイズにぶつ切りにしていきましょう。ちょっとね、刺身でも食べてみようかな、これ。結構ね、食感がしっかりしてる刺身ですね。まあ味っていうか旨味がね、すごい濃いですね。うん、なかなかうまい。まあ同じ場所で取ったスジアラとかよりも、俺は好きですね。うん、めっちゃうまい。はい、それでは塩コショウでね、下味をつけていきます。この袋にね、片栗粉を入れて、で、この中でね、混ぜていきます。はい、入れていきましょう。はい、油を入れていきます。
ちょっと早かったね。うわ、うまそう。はい、完成しました。机も椅子もないんでね、ここで食べます。いただきます。うん、うまいですね。すごい淡白な感じなんですけど、しっかりね、味があって結構ね、美味しいですね。で、まあ、ただね、これは唐揚げよりも鍋の方が美味しいんじゃないのかなっていうような味ですね。やっぱ唐揚げはハリセンボンが一番美味しいかもしれない。でね、やってる途中に気づいたことがあったんですけど、鬼だるま子での代表に苔みたいなついてたじゃないですか。で、あれがね、めっちゃ苦い。で、刺身食べた時も、苦かったんですよ。まあ、さばく最初に、苔みたいなやつを全部落として、で、そっから、まな板洗って、で、さばき出すっていうのが、ちゃんとした方法なのかなと思いました。皮についてるやつが、マジで苦い。頭とかね、鍋にして食べても美味しいのかなと思ったんですけど、多分美味しくないですね。うん、めっちゃ苦いです。はい、ということで、まあ、ずっと取りたいなと思ってた魚、鬼だるまおこぜが取れてね、うん、もうね、満足です。はい、まあそんな感じで今回ね、終わらせていただこうかなと思います。それでは。